熊本県立熊本北高等学校は、熊本県熊本市北区うさぎ谷三丁目にある、公立高等学校。略称は、熊本北、熊北、北高。昭和50年代の熊本市県における、普通科の公立高等学校は、熊本高校、五木高,高校、第一高校、第二高校、熊本市立高校等、市の中心部及び東部に偏在する傾向があり、 その偏在状態を緩和するため、熊本西高校に続き、1982年に設立、1983年に開校した。2012年に創立30周年を迎える。全日制家庭、普通科、理数科、英語科の三学科。ほとんどの生徒が国公立大学をはじめとする上級学校への進学を目指す。熊本市の北部地区。 菊陽町、講師市、大津町等から多数の生徒を集める。敬愛、工学、新種、徳、体、知の調和の取れた全人教育を実践し、将来社会において自信と誇りを持って生きていく優位な人材を育成する。特に教師と生徒及び生徒相互の人間的触れ合いを大切にし、厳しく徹底した教育活動を通して、礼節と品位を重んじ。 向上心に満ちた意欲的は高度の育成に努める。中央上部のペン先と2枚の銀杏の葉をほぼ左右対称に配し、北高の文字を重ねている。作詞は熊本北高等学校。作曲は岩城光一による。3番まであり、公名は登場しないが、各番に、校君の敬愛、工学、新種が登場する。これ以外に応援歌、あ,あ、青春がある。 なお、公式やキューブの応援歌はチューブが作詞、作曲したスタンダップ熱き仲間たちである。ありがとうございます。